そこまで信頼できる、国家を信頼できる何かしら具体的な何か説明できることあるんですかって聞きたいです、逆に。でも今、国がやろうとしてること何かっつったら、ゲノム情報みたいなものまで広げようとしてるわけですよ。ゲノムって何だっつったら、あなたの体の設計図だよってことですよ。信頼できない者たちに情報は渡せないです。様々なものを紐づけて、情報漏洩することが分かっている。分かっていながらも、いろんなものを紐づけていきながら、リスクを上げていくだけのものだな。 自分がののはマイナンバーカーカドのことですちょっと危険性があって作ってないんですけど、なんとなく、スマホの GPS 機能の延長のような気がして、今、なんか免許証とか保険証とか、結構一体化しようっていう流れにもなってきて、作らなあかんのかなっていうのが、ちょっと自分の中で作りたくないなっていうのもあるんで、そこらへんは山本さん、どうお考えなのかなと。マイナンバーについて,ってことこですけど あなたっていう人が、あなたの生活する上で、様々な情報ってものが吸い上げられていくってことを想像したときに、あなたの情報を集積されていきながら、それを持つのは誰だっつはたら国家になるんですよ。私は気持ちが悪い。逆に言ったら、いくら匿名加工をしてあるという情報であったとしても、様々なものをね、その情報を匿名で加工しましたっつったとしても、様々な情報を寄せ集めれば、本人が、 断定していけるような技術あるわけですよ。それを考えたらやっぱ怖いなと思います。それが超信頼できる人たちなら、百歩譲って考えてみてもっていうふうに思っちゃうかもしれないけど、信頼できる人らちゃうやん。その時点でもうアウトですよ。アウトアウト。30年日本をここまで壊し続けて、30年間成長せずに貧困を拡大させて地盤沈下した奴らが、お前らの全情報をよこせってことを言ってきてるのと一緒ですよ。 で、それを強制的に進めていくためには、いろんなものと紐付けていくからって。この一枚あれば何でもできます。お金もおろせる。病院も行ける。運転もできる。みたいなものにしていこうとするわけですよね。そしたら強制性高まるわけだから。実際にそのカードがなければサービス受けられないっていう状態まで作ろうとしてると。ろくでもないですよね、そんなの。強制性はないって言いながら、強制的にもう操作していってるわけだから。ろくでもないものだっていうふうに思わなきゃ嘘ですよ、こんなの。 そこまで信頼できる、国家を信頼できる何かしら具体的な何か説明できることあるんですかって聞きたいです、逆に。逆にね。二つ怖いなと思う部分があって、一個は、やっぱりこの集積された情報っていうのは、やっぱこれ、民間が儲ける飯の種としてばらまかれるわけですよ。はっきり言っちゃえば。当然ですね。個人情報自体が金のなる木だよっていう当たり前の話ですね。で、これは何かっつったら、 ザ・エコノミストっていうやつにですね、2017年の表紙なんですよ。この会場にですね、こういうような掘削するような機械があって、どんどんこう、本当だったらオイルを掘削するんだけれども、そうじゃなくて、みんな Google とか Amazon とか Facebook とか、要は情報をどんどん吸い上げてるっていうようなことの、えー、揶揄したもんですね、これね。何かしら。世界で最も価値のある資源、それは石油ではなくデータであるっていうような説明で特集してるということなんです。イギリスのエコノミスト2017年。 世界で一番企業が活躍しやすい国を目指しますって言ったのは安倍さんで2013年の2月。何かっつったら、やっぱりこれダボス会議とかでも演説してるんですね。データ流通国際ルールを提唱しだした。医療や産業など有益な匿名のデータは国境をまたいで自由に行き来させねばならないっていう話なんですけど、でも今国がやろうとしてること何かっつったら、これゲノム情報みたいなものまで広げようとしてるわけですよ。ゲノムって何だっつったら、あなたの体の設計図だよってことですよ。 設計図って匿名確保したって意味ないだろうって。だってあんたそのものなんだからって話ですよ。これを考えたときに、そこまで、今は入り口としては、ガンガンの方ね、もう治療っていうものがもう無理だと。いう方々のためにも、このゲノムの医療っていうものを広げていかなければなりません。みたいなことを言ってる。確かにそれは必要だろうと。必要だろうけれども、それらの情報をいかに、漏れたりせずに、ちゃんとプライバシー守れてっていうようなルールないやん、この国に。 それだけのセンシティブ情報を守れるだけのものなんてないですよ。もちろんそこで差別も起こってくるでしょう。就職とか結婚とか様々なことに対してそういうようなものが求められたりとか。もちろんそういうことは差別につながるから絶対ダメだよっていうようなものは当然あるんだけれども、でも差別の禁止する法律なんてないやん、この国に。事実上。本当ならばそういう医療業界に対して 医療業界に対しての儲けを拡大するようなこともこの先に控えてて、一方で人々のその個人情報を守るということに関しては、ものすごく消極的ですよね。それを考えたときに、この国を見て、それに乗っかりますかいわばもう全部繋がってる話だと思うんですね。私はいらないっていうか、乗らない。気持ち悪い。国家からの監視ももちろんあるでしょう。一人一人の。逆に言ったら決めつけられる可能性もある。 いろんな情報を寄せた上でこいつはこういう人間だってことを決めつけられる可能性がある。だってもうすでに就職という世界においては様々な情報を集めてその人がこういう人だとかっていうことをマイナビの情報で何かしら企業側が就活を受けに来る人たちのことを何かしら分析したりとかっていう情報を得てみたいなことがもうすでにいろんなところで始まってるってことですよね、これって。乗っちゃいけないと。というよりも 信頼できない者たちに情報は渡せないです。っていうのが全てだと思います。と、私の考え方、マイナンバーっていうのは、様々なものを紐づけて、情報漏洩することが分かっているっていうか、分かっていながらも、いろんなものを紐づけていきながら、リスクを上げていくだけのものだなって。そこにも乗っちゃいけないっていう部分はあると思います。